カタクラ工業、株式会社は、東京都中央区に本社を置く、ショッピングセンター等の不動産運営、賃貸、自動車部品等の機械製造販売、繊維製品の製造販売を行う企業である。旧称は、カタクラ製紙防籍株式会社。カタクラ製紙防籍川西製紙書、カタクラ製紙防籍小沢製紙書明治期から対象期に、 かけての日本の主力輸出品であった絹糸の製造を行い、片倉財閥を構築した老舗企業である。かつて創業していた富岡工場は、日本の工業近代化の貴重内産と、ユネスコの世界文化遺産として知られる。1994年に、伝統事業である、産子事業から撤退し、その後、不動産資産を活かした、ショッピングセンター運営、不動産賃貸事業、 小売事業のほか、第二次世界大戦後に進出した自動車用部品、製造、繊維製品の販売などを行っている。また、肌着の、キアロンの、発売元としても、その名を知られている。連結決算においては、子会社の東亜栄養を介して、製造販売する、医薬品が主力となっており、回顧由来のビタミン B2 製剤の技術に強みを持つ。その他、農業用機械、 産業用機械の製造主会社や消防車製造主会社も持つ。東京、京橋にあった片倉ビルは1922年に建築され、近くの明治屋ビルと共に由緒ある建物であったが、老朽化のため2009年12月より建て替え工事が始まった。これに伴い2009年、本社を京橋から銀座一丁目に移転した。跡地には東京スクエアガーデンが建設された。 2021年11月8日、同社の役員ら設立した株式会社カタクラによる株式公開買い付けの手法によりマネジメントバイアウトを実施すると発表した。現会長及び現社長が接班出資し、カタクラ工業株買い取りを目的とした株式会社カタクラを設立。経営陣による自社株買い取りにて上場廃止予定。買い取り額は 約700億円となる予定で、ファンド系資本による MBO 以外としては日本国内最大学の MBO となる。背景にはいわゆるもの言う株主である外資系ファンドの暗躍が囁かれる。レフ。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。